ハイスクールは人を育む場所だと私は思っております。子どもたち、教員、親たち、スタッフ、インターン、そして私自身も成長してきたと思います。なぜミャンマーにこのような教育を、多言語学習と情緒教育を取り混ぜながら私たちは教育をやっております。それは私が3人の子どもを育ててきた経験と、またミャンマーで大学に受かっていても経済的理由から大学に行けなかった青年との出会いがあります。格差のない、そして教育を重んじる社会を次世代の子どもたちが自分たちの手で築いていってもらいたい、そういう願いを持ってこの教育を始めております。ケイジャマシアマティオピアやんこんゆみばればちゃんれせろကလေးများနဲ့အတူစာသင်ရတဲ့တခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘက်ဆောင်လောက်ရတဲ့အတွက်အစစအရာမှာပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားမိပါတယ်။အဲနောက်အဓိကအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခေတ်အကြောင်းမှာအဲဝန်ထမ်းများအတူတူမိသားစုလိုစိတ်သက်အပြေးဝရှိပြီးလုပ်ကိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။တယောက်အကြောင်းကိုတယောက်နားလည်ပြီးတော့တယောက်ကအခက်ခဲတယောက်ကဖြည့်ရှင်းနားလည်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခံစားမိပါတယ်။私がカイスクールで働くことによって、今まで私の中にあった普通が全て変わりました。子どもたち、先生たちとの文化が違うこと、子どもたちの人種が違うこと、そして言語が違うこと、それで私たちは教え方を変えなければならなかったり、コミュニケーションの取り方を変えなければならなかったりします。でもその毎日が冒険でとても楽しいです。とても挑戦している教育ですけれども、もし皆さんが私たちと一緒に挑戦してくださるのであれば本当にありがたいです。一緒にこの教育をやりませんか？ぜひ。